さて、果たして。お久しぶりです、ジライア先生。ん？お前は？やはり間違いないようだな。昔見た時と変わらぬ、あの時と同じ瞳をしている。あれは雨が暮れて世が乱れまくっていた時代だ。当然のように追い剥ぎや窃盗が多発し、注意はしていたものの、ナガトたちにもその…だが…現場に駆けつけたわしが見たものは、倒れた岩隠れの死、リンネガンを宿し…リンネガンは、忍びの始祖と言われる陸道仙人が有していた、最も崇高とされる人。それは、世が乱れた時に、天より使わされるものだと…まさか…本当にリンネガン。外見はだいぶ変わったが、その長門ということは、ヤヒコいた？とっくに死んだよ。そのコナン同様、やはりお前も昔の。何も、ただた何を言っている。ここでは人が死にすぎる。先生、あな、だが、俺は無限に続く戦いの中で、そう、か。まさか、お前が冗談を言うようになるとはな。くだらぬ成長をしたようだな。ただの人であるあんたに。お前の目的は一体何だ？なぜ？あんたはどうせ死ぬ。だから教えてやる。俺たちは美獣を集め、その術一つ使用しただけで大国さえも潰せる最大最強。バカな、そんな兵器を作ってどうする。争う国々にその兵器を渡すのだ。それにより多くの人々が、国が、世界に、その恐怖心が抑止力を生み、わかるか、俺の与える痛みに。それが、そうだ、俺は平和。冗談もそこまで行くと笑え。もはや引き返せんところまで。最初から俺に引き返すという。もういい。お前たち三人はわしの弟子として、大切なものを守るためにその力を使って。だがわしの見込みし、もはや言葉は不要。世界のドクタル、お前たちは責任を。それが人し。コナン、お前は下がっている。わかった。さて、始めるか。行くぞ、先生。痛みを知れ。痛みは世界を成長させる。言ってもわからんなら容赦せんぞ。よし、よし、
これはどうだ。何をしようと無駄だ。逃げても無駄だ。どうだ。これはどうだ。逃げても無駄だ。しまいにしよう。行け。こばしこ。やったの。おとなしくしろな。せい。終わりだの。こいつを連れてやるぞ。よし、チャンスだ。なかなかにやる。少々甘く見て。避けられはしない。2体同時ならなんだこれは。避けられはしない。2体同時ならたか。これはどう。何をしようと無駄だ。どうした。もう終わりか。やられたか。口寄せの術。おいガバケンさん、どうやら時間を稼いでくれ。ジン、また口寄せか。だがこの勝負わしの勝ちよ。ガバケンさんは戻れ。いない。遅いの。なんだ。久しぶりじゃな、キライヤちゃん。頭に、姉さん。どうか、お力添えを。では、行きます。ありませんの。おう、よっしゃ。どうじゃ。キライヤちゃん、大黙りはせんか。まずは一人。ごえん。それで倒したつもりか。まだ生きた。先方大難と入った。一人のタフさだ。一遍にやるしかないぞ。キライヤちゃん。
Hmm!